収容と通力ですか。これ貞子の旦那さん。そうです発言。貞子が霊能力。その後にお父さんが書いた。あ、リングのモデルになったこの貞子のその元となった人物ですよね。その人が和気町出身ということで、で和気から東京に出て上京して、そこから霊能力というかそういう。花子さんも嫌気がさしたんか、東京を後にして岡山に帰ったと、はいはい、いうところまでの情報は、まあ、誰かの手がかりで、まあ実は生まれ故郷というかお父さんの名前が判明したんで、その線から上がっていく、まあ上がってみようかなと。皆さんこんにちは。映画リングの貞子のモデルになった高橋貞子はご存知でしょうか。旧姓は万代貞子。岡山県和気郡和気町出身。彼女は超能力を持ち、東京に移り、投資や念写を行っていた。そして、超能力研究者の福来とも基地に手を貸す。これが、千里、癌事件の始まりである。投資能力を証明する実験であったが、様々なトラブルが起こり、協力した超能力者、三船千鶴子が自殺、長尾育子が病死した。貞子は、その後、岡山に戻り消息不明となっているという。ヤン・ウェモンさんがあった。はいはいはい。あ、あったんですか、うん、ここがそうじゃないかなと。ああ、関係の、貞子の。じゃあ、ゲンさんもここで一回、住職の方と話して。あ、関係の。じゃあ貞子さんもここを出入りしとった可能性もあるんですか。俺は細い頃はあるじゃん。貞子のお墓はどこへ。で、この二人、千里眼の二人は自殺と毒殺かなんか。ああ、貞子と共に実験に加わった二人はその後謎の死を遂げる。一体どういうことなんだろうか。あ、そうなんですか。二人とも墓もある。あ、もうそれはもう分かってるって分かって、もみんなネットとか出しとる。あ、だからこの方はちょっと謎と、その貞子、うん、まあ、どこに行ったかっていう。まあここで消えとる。あ、岡山に帰ってそれか分からん。もしかしたらこの辺にいるって。 あるらしい実際。へえ。だからその場所を僕は未だに確定ができる。あ、探さんといけんってことですよね。生まれ元のお墓。玄右衛門さんのがおられたね。その玄が見えたんで、はい、もしかしてこの源次郎さんのお父さんなんかな思ってみたり。ああ、でまあ後聞いたらそうです、そういうことだった。名前が見にくいか。見にくいですけど、あ、でもなんとなくわかります。うん、宮本じゃない、そうそうそう、なんかあれですよね。なんかそういう。これが見えて。滝さん。はい。72歳。で、亡くなった。うん。これ、お母さん。貞子さんのお母さんの墓。あとは全部、長瀬の墓。はい、なんでここやとちょっとあるかな。そうですね。あとあと見たら貞子のお母さんの墓でした。なるほど。小学校があるわ、手前に。いや、ないわ。で、役場があって、どうだよ、ここはお墓がようけ見えるんだ。うん、うん、このこっちの方なんか、こっち側の。こっち、こっち。この固まってお墓がぎょうさん見えるところが。ぎょうさん、ここらあろう。うん。せやからな、なんかこっち上がる道があって、これを横でこっち通っていった。山の中？山の中じゃない。で、大体、下の方だった。うん、うん、うん。で、ここら辺ね、
6つぐらいちらっと見えるところがあるんだけど、もうほんとちっちゃいよ。この高さぐらいでやるか。うん、へー、うん、まあ、後でちょっと手探り。わかりました。まあ電気マイクってことで。そうですね、ちょっと50年以上前に貞子のお墓に行ったという地元の方から情報を聞きました。おそらくこの辺りにお墓はあるということなのですが、やはり50年以上前と現在の地形は全く違います。このような感じで古いお墓が流されていたりしています。正確なお墓の位置は分かりませんが、とりあえず一つ一つ丁寧に手探りでお墓を探していこうかなと思います。違うもん、こんなに歴史は古くない。中にもあるしな。これお墓ですか、これ。なんかこれ飼育小屋ですか、これ。なんか飼ってた。なんか飼ってたような。昔あの石塔いうようなんじゃったかな、なんか角が焦げたような感じ。うちの方から私入ったと思う。こっちは広瀬の方です。うん、広瀬の方から入って、ここらのお墓大きな、ここらにもあるし、うん、こっちにもあるでしょ。わけの清丸の像があったり、うんうんうん、あっちの方よね、こっち、うん、こっちだな、うん、だからこのあんまり上じゃないからよ、うん、一段か二段ぐらいの返事は。いや、周りいっぱいお墓あるんですか。うん、あるある。いっぱい。うん。しやけど、そのちっちゃいお墓、うん、そんな大きな、ものすごいお墓じゃない。この背がね、ちらっと見えたの。うん。この塊がある。はいはい、塊があって、それのこっちから行ったら、そうじゃな、左側で。こっちが。うん、うん。歩いてみね、県は。うん、うん。まあ、高橋貞子で。うん、高橋貞子だったと思う。うん、だからちっちゃいよ、ほんと、あの、見落とすぐらい近い。ここにあったんですか。お参りに来た方が教えてくれた。あ、教えてくれた。ここにポツった。あ、最終的にちょっと不明になってしまったけど。そうですね、なんかここにあったぞ。これは確実な。確実な。もうでも30年前ぐらいの話だったから。ああ、そっから完全になくなったって。でこっから不明になった。ああ、まあ確かになんかお墓があっても良さそうな感じですね。結局謎のままこっからは解明できずと、最終的には。はい。
ただ実際にはあったと。あったと。これはあの事実の、はい、当時お参りに来た方から教えてもらった場所なんで。そうなんですね。ちょっとその後貞子の行方を知る者は誰一人いなかった。今回の調査で貞子の父や母のお墓はそれぞれバラバラであり、不明の点が多く残る。貞子のお墓があったとされる場所も土地開発により完全になくなってしまった。それが貞子が望むメッセージなのかもしれない。そして我々はこれからも貞子の行方を探っていこうと思う。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。